演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら新潟県魚沼産コシヒカリ使用米粉配合魚沼アンパンまんじゅうというものを食べてみたいと思います。いや、これ魚沼アンパンまんじゅうってアンパンなのかまんじゅうなのかどっちなんだって言いたくなるようなネーミングですけど、中はこんな風になってますね。なんか本当に、まあ、どちらもアンパンもまんじゅうも小麦粉ですし、見た目も似ていますので、どっちかどっちかわからないんですけど、どうなんだろうなこれ。ああ、もう言ってでもしゃない。とりあえず食べてみればわかる。触った感覚はどちらでもおまんじゅうですね。ではまず中身を見てみましょう。粒あんですね。こういう風になってます。ではいただきます。パンなのかまんじゅうなのかと言われるとよくわからないというのが感想ですが、中のあんこはさっぱりとしてありません。外側の生地もサクッしっとりしている中でもちょっとだけもっちり感があって、それはただのおまんじゅうとはまた違った味わいが出していて、とっても美味しかったです。新潟県魚沼産のコシヒカリというものも食べてみたくなりましたね。そしてこのおまんじゅう、どこで発売されてるんだろう、また食べてみたいな。次は別のあんこで。というわけで、そういう風に思わせてくれたことも含めてこちらの点数とさせていただきます。それでは卒業で私終わるや動画かな。いや、動画終わらないですからね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。